から内閣委委員員会を再開いいいたたししままますす、ま、ず委員の異動についてご報告いたします本日、松川るいさん及び高橋克典君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美さん及び中西聡君が選任されました。休憩前に引き続き、地域における一般乗り合い旅客自動車運送事業及び、現行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案を議題として質疑を行います。